ラチェット&クランク実況パート12やっていきたいと思います。12ですね、結構長いこと実況しておりますけれども、途中ですね、クォークのアジトとりあえずアクアタンクに変えるのかな。で、水を吸い込んで、あの魚いるよね。あ、おとなしい。あの魚トラウマ魚なんですけど大丈夫かな、来ないよね。やっつけたろうかな、これまでの腹いせ。もう無理だ。え、いける？倒せるかな？あれ？今までの恨み。よっしゃ。やってやりましたよ。あ、ここにもいる。爆弾で、えい。水がなければどうということはない。こっちなんだ？こっちが正規ルートか。はいはいはい、じゃあ行きましょう。ここでアクアを放つと。え、でもアクア放ったらあいつら出てくるから、とりあえず先あいつをやっつけて おかないとね。えい、なんだこの貝みたいな巻貝か。弱え、クソだなお前ら。この貝もちょっと壊しておこう、なんかあるかもしれないし。で、あー違う違う違う、アクアタンク。アクアタンクは、毎回これ、あ、チェンジで変えれるよね、確か。初めてこの、なんだ、この画面を出しますけど、シャベルスピークとかいらんよね。で、アクアタンクにしよう。あ、なんか変わった。これで、ここは確か、あ、違うわ、これ。ボムにして、サックキャノンもな、そんなに使わないし、ファイヤーで、ファイヤーバーナー、あ、これスパイシリンダー、なんだっけ、フックのやつ、アクマン、あ、これがスパイシリンダーか。じゃあこれなんだ、あんまいらんのちょっと整理していこう。マシンブラスター、あ、もう意味わからなくなってきた。まあ、いっか。これでいっか。終わる。違う。ちょ、僕何しに来たんだ。アクアなんたらを装備しに来たのに。これだね。よし。水を放流。大丈夫やな。進め。で、ここも、水を。で、いいんかな？魚いるしね。これ、普通に飛んでいけるんじゃないの？いけるね。ウェイ、いっぱいいるじゃん。これは。ちょっと。気持ち悪い。えい、どういけばいいのかな。水放流すればいいのか。はい、魚も倒したから水を放流してこっち行く感じかな。ん、でも、あ、なるほど、下に沈めばいいのか。これで、上に出れるから、こう、あ、こっち。謎解き要素も豊富ですね。まあ、好きですね、僕、こういうの。で、アクア使った方がいいよね。これ、吸えてる全部。まあ、一応降りて。あ、え？吸えてないじゃん。吸えてないよ、これ。死ぬ。魚来たら終わる。え、じゃあこれ吸った方がいいのかな、わからん。まあでも一応吸っておいた方がいいでしょう。で、あ、なんか、あ、ここか。やっぱ使うんだな。ここで水を流して、
あ、流すの早かったか。ちょっと待つんや。魚倒してからにしよう。あ、でもこのままいける？あ、いける。あれ？無理だ。あ、どこがゴールだ？こっち？だよね。あ、ここ開くのになんかあるんだな。じゃあまず魚倒そう。邪魔だし。もういかつい顔してんな。で、あ、もう一体いた。ここなんか仕掛けがあるみたいだな。あら、わからん。とりあえず登って水を出さないとわからんかな。じゃあ出して、よし。この真上に何が。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、あっちが開くと、ん？登れない、登れない。あ、これ水抜かなあかんのか。うわわわ、凝ってるなー、やること。ドッポンドッポン、よし。クォークさんもねえ、結構考え込まれたダンジョン作りますね。意外と賢かったっていう。よし、もうこれでアクアタンク系は終わりだろうとちょっと安堵してますけど。ん？なんもない、真っ暗だけど。ああ、はい、行きましょう。え？あ、クォークだ。会いに来たよ。やあやあ、ついにここまで来れちゃったんだね。その台座に立ってくれ。キャプテンラチェット誕生の瞬間だ。ラチェット、ついにここまでやってきたっす。早くこっちに来るっすよ。なんだかな、嫌な予感がするんだけどさ。友達の言うことは聞かなくっちゃな。さては臆病風に吹かれたか。いや、そんなつもりはないんだけどさ。クォーク敵側かなのかな、これは。言う通りにするっすよ。あ、落とし穴。ありがとうさん、クランク、おかげで助かった。やった、降りようよバカチン。バカチン。やっと計画がうまくいったぜ。どういうことっすか。わかんないのかよクランク。あいつ味方のふりして敵だったんだ。察しがいいね。それなら次にどうなるかわかるだろう。ショーの開幕さ。ショーって見ろ、怪獣ショーさ。でもなぜ。でもなぜ。その理由はとっても簡単。ビッグボスドレックは僕の公式スポンサー。君たちは初めから邪魔者だったのさ。騙しやがってクォーク。ほう、その元気いつまでもつ。おお、ボス戦ですね。おお、どうすればいいんだこれは。とりあえず相手の様子を見ましょうか。うおー、あ、バス出たよ。なんだよ、なんだ、ナウシカバリの巨神兵の攻撃。これ、あ、ま、取っちゃあかんな。おい、来たよ。とりあえず、爆弾で様子見かな。悪魔でしょ。うえぇ。えい。えい。あ、マグマに投下してしまった。あ、効いてる効いてる。えい、えい。あー、でもな、この、
波状攻撃の前に悪魔が無効化されるわ。だから、ファイヤー。あ、ちょっと危ないっす。ファイヤーだね。ファイヤーが結構ボス戦に効くからね。でもこれ炎系っぽいけど、効くのかな？あ、いた。ああ。うわ、バス！チッカーかったー。ちょっと回復しよう。ファイヤー効いてないね、これ。あんまり。どうするかな？爆弾かな、やっぱり。よし、回復して。ふぃ。爆弾だな。あ、でもマシンブラスターって言う手もあるね。マシンブラスター強くね？ごめん、見くびってたわ、マシンブラスターのこと。えい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 。くらい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 。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。あ、でもそんななんかダメージ食らってない気がする。マシンで行ってみるか。あ、まあそんなにかな。そんなにだな。お、なんかする、なんかする。あ、無敵？こっち来てるし。おお、近づいて近づいて。全然ダメージ食らわないね、ほんまに。あ、え、アホだった。ただのアホだった。あ、橋が3つしか。あ、つつつつつつ、そういうことですか。あ、沈むじゃん。あ、まずい。これ今のうち悪魔だ。いけ。あ、もう悪魔ない。あー、もったいない。あー、尊い犠牲。マシンブラスター、これ大丈夫かな。ちょっと勝てんのかな。あ、でも半分ぐらいまで減らせるしな。よし、勝負ね。えいえいえい。とりあえず爆弾使い切ろう。よし、逃げてジャンプして、ジャンプして、半分にした。おお。マシンブラスター。ちょっとこっちなんか足場がもうやばいんだ。あっ、つっ。あ、あ、やばい。あ、嘘だろ。え、でもここ戻ってきてんじゃん。じゃあわざわざ行かなくてもいいんじゃないのと思うんですけど。モンスター倒さなきゃいけないんですね。はい、スナックルビーストっていうらしい。あれだなぁ。弾補充したいなぁ。なんかないかな。こっち？これなんだ。あ、船に戻れる。戻って、よし、補充しよう。さあさあ、お安くしときますし。倒しましょうかね。よし、悪魔もいるか。一応入れておこう。地雷ングラブか。使ってみてもいいんだけどね。よし、戦闘態勢万全でございます。まあ、まずマシンブラスターを使い切って、で爆弾でポイポイしていこう。えい、ていくか。うえい、全弾当てていこう。僕今地道な作業だけど。あ、出た。逃げろー、シンバスさん。でもこっちに行かせると沈んでいくんだよな。さっきもな、おー、危ない。こうなるし、これダメージ食らってるよね。あ、食らってるね。うわ、どうするかな。こっちから行くのもまあいいと思うけども。よし、ブラスターバック。いや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 、これはそんなに強くないんだな。半分まで減らして、
こっち来るやろ。ああ、そっか、沈むんだよこれ。あつつつつつ、あ、逃げてった。え、じゃあこっちから行ってみるか。あ、こっちから来た。壊していくんじゃん。うおお、どんどん橋を壊していくんだな。なんとなく分かったけど、やっぱりボーン。よし、あっちまで行くか。えい、あ、弾がない。爆弾切り替えよう。で、隙を見て悪魔で行こう。危ないっす。よし、いいぞ。えい、逃げるな逃げるな。これそのままいけるんじゃない。俺これ、これ効くんじゃない。あ、やばい、これは逃げた方がいい。あー、くる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 。これどうすんだろう。橋がもうないよ。うっ、うわあ、びっくりした。むっちゃ壊したな。あ、さあさあさあ、まあでも体力回復あるから大丈夫。どうすんだろう。あいつもう、もうあと残りちょっとだし、ブースターバッグをちょっと補充しておいて、切れないな。ん？あ、橋に誘導すればいいのかな。あっつ、橋に誘導するっぽいな。どっか橋ないのか。逃げろ。どこだろう。ここか。ここまで誘導して沈むんだろう。よし、やっぱりな。あ、オッケー、倒したぜ。ん、何もない。何もない。あ、なるほど、進むとこあるのね。こっちか。違う。ああ、はいはいはい。あ、なんかある。あ、インフォボットだ。このインフォボットは重要っすよ。誰かさんよりもかい。空襲だ、空襲だ。爆撃艦隊が爆弾を山ほど近くに落としてるんだ。援軍をくれ、早く。ぶっちゃけわし一人なのよ。部下のやつらみんな敵が来たらビビって逃げ出しやがって。後でぶっちめてやるな。だけどわしは生き延びればならん。援軍を早く出し切る。早急に急ぐんだ。早急に急ぐんだ。ビッグバッドボスの攻撃を受けてるっす。ほっとけよ、もういいよ。そんなのさ、ヒーローなんて全く意味のない夢だったのさ。フォークはイカサマシだったっすけど、ヒーローの夢は捨てちゃいかんっす。はあ、人を助けるなんてもうバカらしいよ。自分勝手に生きてやる。ラチェットらしくないっす。らしくないってなんだよ。お前なんかに何がわかるってのさ。オイラの気持ちがわかるってのか。友達の気持ちはわかるっす。うん、ロボットにわかりますかね。動かねえよ、これも。忘れたっすか。ロボットがいないと起動できねえっす。あの星へ向かうなら動かしてもいいっすよ。はあ、そうきたか。いいよ、早く動かせよ、バカチン。バカに早い。なあ、私のことで。独り言を言う趣味はないんだがな、このバカチン。倒したんだろうな。ええ。いや、これで、あいつらに私の知恵を。知恵？お前に知恵？お前に知恵があったとは初めて知ったわ、バカチン。あいつら二人を倒すだけのこんな単純な命令なのに、知恵なんているのか。
でも私は？お前の知恵と言ったらスポンサーにボルトねだるぐらいだろ。なら私の命令は絶対だ。結果を出せ。もう顔も見たくないわ。あ、てか船変わってる。軍事惑星バタリア。はいはいはい、新しい惑星です。ん、さっきの人だな。インフォボットの人だ。全員直ちに気をつけ。お前ら脱走したら軍法会議にかけてやるぞ。ねえ、オイラたち。うるさいうるさい、よく見ろ。あの爆撃艦隊を落とすには回転砲台しかない。やられればこの星はおしまいだ。町の入り口に集合。手伝ってあげるっすよ。もううんざりだよ。罠だぜ。またじゃあ行けよ。一人で行ってこいよ。負け犬の遠吠えっすか。ふん、違わい。オイラに喧嘩売ってんのかよ、クランク。ラチェットがなんか疑心暗鬼になってるね。ということで、まあ物語的にね、友情が分裂するときは結構クライマックスな感じがあると思うので、まあパート12ですけど、そろそろ終わんのかな？終わらんかな？まあできるだけ長くやりたいですけどね。はい、ではパート12か。 2?1? 忘れました。では終わりたいと思います。ありがとうございました。